ロベルト・メリムンタンは、スペイン出身のレーシングドライバーである。聖のメリーは、メルヒ、または、メリーと表記されることもある。2007年にイタリアフォーミュラルノーとユーロカップフォーミュラルノーに参戦し、イタリアでは、総合4位。ユーロカップでは、総合18位という結果で終わる。2008年は、フォーミュラルノーウエストヨーロピアンカップにエプシロンユースカビ、から参戦。 全15戦中優勝3回を含む、計14回表彰台圏内でフィニッシュし、総合2位を獲得している。ユーロカップフォーミュラルノーでは、前年の成績を上回る総合4位でシーズンを終えた。その他では、スペインの F3 選手権に5回レースに出場し、そのうちの2回を優勝している。2009年は、マノーモータースポーツから F3 ユーロシリーズに参戦し、 4回の表彰台を含む総合7位で初年度を終えた。2010年はミュッケモータースポーツに移籍する。第2戦の舞台であるホッケンハイムリンクで行われた第2レースで優勝するなど前年を上回る活躍を見せ総合5位を獲得した。2011年にはプレマパワーチームに移籍し大躍進のシーズンとなる。 全27レースを行われたうち、11回の優勝を含む、計20回表彰台圏内でフィニッシュする活躍を見せ、シリーズタイトルを獲得した。2012年4月3日、メルセデス・ベンツはかつて、ミハイル・シューマッハ、ハインツ・ハラルド・フレンツェン、カール・ベンドリンガーを選出し、トップドライバーとして育て上げた、メルセデス・ベンツ・ジュニアチームを発足。 メルは前年 DTM でデビューイヤーを過ごしたクリスチャン・ビエトリスやフォーミュラルの3.5でタイトルを獲得したロバート・ウィケンズラと共にメンバーに選出される。メンバーの指導者はシューマッハが務めることとなった。初年度となる2012年は前年ビエトリスが在籍していたパーソン・モーター・スポーツへ加入する。チームメイトのスージー・ボルフと共に ポイント獲得を目指したが、この年は、ノーポイントでシーズンを終えた。翌年は、ファチームへ移籍し、長年 DTM で活躍しているゲリー・パフェットが、チームメイトとなり、シーズンをスタートさせた。表彰台圏内1回を含む入賞を4回という、成績で、ドライバーズランクでは15位。チームランクでは6位だった。2014年は DTM から、フォーミュラルの3.5へ。 主な活動の場を移した。ゼータ・コルセからシーズンを戦い、総合3位となる。ケータハム在籍期第13戦イタリア GP に当時、レギュラードライバーであった小林カムイに代わり、金曜フリー走行に出走したのが F1 初走行となった。マノーマルシャ在籍期2015年3月9日にマノーマルシャ F1 チームから参戦することが発表された。 チームメイトは前年ケータハムで出走していたウィル・スティーブンス。チームは第13戦シンガポール GP の開催直前でメリに代わりアレクサンダー・ロッシをレギュラードライバーとして起用することを発表した。終盤戦となる残り7戦のうち5戦をロッシが出走し、残りの2戦をメリが出走する。欠場となるレースではリザーブドライバーを務める。この年のマルシャのマシンは 前年のマシンをレギュレーションに合わせて改良したマシンであり、絶対的な性能で他チームに劣っており全く歯が立たなかった。開幕戦はエンジンを始動できず欠場。第2戦は107%ルールに抵触しながらも、出走許可が降りたが圧倒的に遅く、ザウバーやロータスなど、前年の会チーム、序盤部長だったマクラーレンにも追いつかなかった。 それでも走らないマシンを買って検討し、途中シートを奪われながらも、最終成績は、イギリス GP の12位完走が最高。ランキング19位に入りスティーブンス、ロッシの両者を上回ってみせた。ありがとうございます。